はい、えー、おはようございます。8月17日、朝6時の相場解説です。今回は、えー、FX オリガルヒと速火銃熟成限定の動画でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。で、昨日のことなんですけども、まあ、それは後に置いときましょうか。まずは、これ、えー、足を見ていただいておりますけども、冷足ね、こういう風に右肩上がりになってきましたね。下ゲもバッチリ出てますんで、このまま上昇傾向でレンジを繰り返していくんではないかなと思います。つまりは、 あレンジを積み重ねていくトレンドってことですよねこういう風にでレンジとトレンドが繰り返されてるやつってのは稼ぎやすいんですよこういう風にズバッといくやつねでまたズバッといってブレイクしたら次のレンジに進むやつってのはあのは、ー、稼ぎやすい見やすいやつなんですけども今回はそうじゃなくってこっちということですよねで冷やしで見ると繰り返しますけども右肩上がりが始まっているよってことですここと同じような角度ですよね そんなに急ではないんですけどもこれいきなりね急になることもありますんでこういう風にね用心していきたいと思いますまあでも一応倍で入ればいいんじゃないかなとで今後は140円に向かっていくと思いますただ140円に行くかどうか今更ちょっと分かりませんね、うん、私の長いエントリー玉っていうのは140円でつけてますんで 私の先入観と期待は140円突破今年以内にってのは入ってますけどもねだからちょっと偏りのある放送になりますあのどんな偏りかっていうと私は基本的にこれからどん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 円安になると思ってるんですよですんで判断に迷ったら私は円安方向にエントリーするようにしてます今のところそれで間違いはないですはいじゃあ4時間の方を見ていきましょう4時間を見ていくとほらあのー、総額発表がありましたよね第二次岸田政権それが まず半値戻しをした後とに、まあ、ほぼ前年戻しになってきたなっていうのが昨日までに起こったことです特にこれねえっ、ー、とレンジの形を見ていくと今この第2レンジですかねここを第1レンジあすいませんここを第1レンジとして第2レンジここを第3レンジとした時にいいですか番号を付けますよたまにこの番号付けが混乱するんですけどもうんもう こういう風にね、いつもナンバーつけるようにします。そしたら間違いないでしょ。今ナンバー2に入ったと思うんですよ。前回まではね、こちらの方にいたような、いなかったような感じですけどね。まあ今ではおかげさまで、このレンジ2に入ったのかなと思いますんで、レンジ内オプションを組んでいけばいいんじゃないですか。一瞬だけね、ちょっとわけのわかんないレンジを取りましたけどそれがだからやっぱり補助的なレンジですよ。これがうまくいきました、これ。こういうのが。これうまくいったでしょ。これをブレイクして入ればよかったわけですから、少なくともここでブレイクはできましたよねってことですよ。 ただしね、やっぱりある程度貼り付いてないと今回はできなかったと思いますんで、時間がない方は、あチャンス逃したっていうふうに思われても仕方がないと思います。やっぱ FX って、あの、基本的には貼り付く必要はないんですけども、あの、やっぱりね、貼り付かないといけないタイミングってのもあるんですよ。ですんで、昨日みたいに私のね、動画の更新が、FX オリガルヒの動画の更新って結構多かったでしょ。あの時って私も貼り付いてますからね。貼り付いてるからこそ、チャンスが物にできるっていうこともあります。 じゃあ1時間を見ていきますさあ1時間なんですがおおむねここまでの価格ってのは回復したのかなと思いますけどまだもう一声ですよねで今私たちがいるのはこのレンジ第2フェーズです、はい、えっ、ー、と133円の110から1 3 0円の544ですで今レンジ内オプションっていうかねレンジの中の方にやっぱこう この赤い線に跳ね返って多少食い込みましたけども戻っていったところですねまあですんでちゃんと見ていた方ってのはこの辺りでセルが入れてあって今では含み液をセルで取っている状態だと思いますでも油断しないでいただきたいのは繰り返しますけどもレンジを積み重ねていくようなあのトレンドの作り方なんですよですんでここからねこれを突破して今度こちらのレンジの方に入っていく可能性もありますからね だからそこはちゃんと見ていきましょう。レンジなオプションを組みながらでも、いつでもブレイクアウトができるように見ておくってことです。ね。だから多少張り付くタイミングが今来てるってことですよ。一時期みたいにね、バイを入れといたらほっとけばいいみたいな時期ってのは終わりましたんで、バイアンドバイアンドバイとかね、頻繁に書いてたでしょ。あの時本当夢のような時間だったわけですよ。で、ああいうチャンスがたまに来ますんで、あそこでは確実に力をつけながら稼いでおいていただきたいんですけども、えー、今回もですね、結局こうやって見ると、 トレンド的にもちゃんとね、上がっていってるところなんですよ。で、下がった分だけやっぱ上がりますんでね。材料っていうのはだからそのぐらいのもんなんですよ。急激に V の字で回復するのか、それとも、着実に値段を積み重ねながら、ちょっと何これ。<laughs> 値段を積み重ねながら、こうやって V の字で上がっていくのか、ちゃんと値段を積み重ねながらね、N の字を書きながら登っていくのかの違いはありますけども、えー、結局ね、トレンドの方向に修正されていきますから、今回はそういったところを見てるというふうにご理解ください。 では本日とりあえずは以上でございます。ありがとうございました。